バスク鉄道はスペインバスク自治州で狂気鉄道を運行する鉄道事業者バスク自治州によって所有され州内の狂気鉄道の一部を運行しているギプスコア県の県とサンセバスティアンとビスカヤ県の県とビルバオーを事業の中心としているユスコートレンという商業ブランドを用いている1979年のゲルニカ県賞によって設立が定められ 1982年に公式にバスク鉄道が設立された。基幹は1000ミリメートルである。路線はバスク自治州内にあり、バスク自治州政府によって管理されている。当初は ET、KV という商業ブランドで運行されていた。1995年、バスク鉄道の一部の路線と人員がメトロビルバオに移管された。バスク自治州にはスペイン狂気鉄道によって運行される狂気。 鉄道線も存在する。バスク鉄道の一部の路線は、フランスの安大へまで乗り入れており、スペインフランス国境から数百メートルだけだが、フランス領内にもバスク鉄道の線路が存在する。バスク鉄道は、通勤鉄道、都市間鉄道、都市鉄道、貨物鉄道、公共バスなど、様々な公共交通サービスを運営している。さらに、将来的には高速鉄道のバスクアイの運営も、 行う予定である。ビルバオトラムも参照。ビトリアガステーストラムも参照。エウスコトレントランビアは、バスク鉄道が運行しているトラムの商業ブランドである。バスク語のトロンビアは、トラムを意味する。ビスカヤ県ビルバオで、ビルバオトラムが、アラバ県ビトリアガステースでビトリアガステーストラムが運行中である。ビスカヤ県、レイオアで、レイオアトラムが建設中であり。 ビスカヤ県バラカルドデモトラムの建設が計画されている。この2都市はいずれもビルバオ都市圏に所在する。2002年から2012年までは、エウスコトレントランビアではなく、エウスコトランという商業ブランドが用いられていた。ビスカイバスも参照、ルラルデバスも参照エウスコトレンアウトブサは、ビスカヤ県とギプスコア県で運行している複数の路線バスの商業ブランドである。 バスク語のアウトブサはバスを意味する。ビスカヤ県の路線はビスカイバスとギプスコア県の路線はルラルデバスという商業ブランドが用いられている。エウスコトレンカルゴはバスク鉄道が運行している貨物鉄道の商業ブランドであるバスク語のカルゴは貨物を意味する。貨物鉄道は旅客鉄道と路線を共有しており夜間のみ運行されている。2012年までは エウスコトレンカルゴではなく、エウスコカルゴという商業ブランドが用いられていた。計画中の路線として、サン・アントニオとマティコを結ぶ路線、カスコビエホとエチバリを結ぶ路線がある。路線図、ありがとうございます。